下へ行ける。私の位置が見える。うん、私もすぐに行く。待ってて。
タジオの近くみたい。何か見つかった？エレベーターを使えるようにした。レッドとも使って。まさに容赦なしね。今行くから待って。私たちまだ生きてるのね。エブリンよ、まだ触っちゃダメ。録画中に触ると脳がやられちゃう。リンクを切るまで待って。ケーブルに繋がってる。それを掴んでこっちで同時にリンクを切る。タイミングを合わせるの。
合図をするから。じゃあ、せーの、今よ。よかった。エブ、エブリン、聞こえる？動かしても大丈夫？脳内出血とか背骨に損傷とかはない？見たところ大丈夫だけど、動かすしかないね。安全な場所に連れて行きましょう。そうね、急がないと。出口は？ドアを封鎖してエレベーターの電源を入れてある。じゃあエレベーターね。そんなに大したことじゃないだろう。頼む B、 一本だけ。もう分かった、吸ってあげる、満足するまでね。ああ、やっぱヤニだな。この町の悪臭と排気ガスにはうんざりしてたんだ。お前だってそうだろ。そろそろ行くか。少し待って、彼女の様子を見たでしょ。俺ならあのスタジオで顔に水でもぶっかけて、その場で細かく問い詰めてた。あいにく決めるのは私よ。行きましょう。眠ってるよ。少なくともそう見える。目を閉じてるし、震えも止まったけど、こんな状態じゃなければ私が殺してるところね。どうしてエブリンに怒ってるの？あなたに行動チップを調べるように言われた時、最初は無視してやろうと思ってた。ジュディ、私にはそれしか。大丈夫、分かってる。じゃあ一体なんで？今にわかるって。見つけたバーチャを見せてあげる。オーケー、じゃあ見せて。パラメーターを設定するから待って。これであの女の身に何があったのか全てがわかるな。早くしろ B。 正直回復の見込みがあるようには思えん。
ブリン、気分はどう？何かいる？話をしに来ただけよ。お願い、質問に答えて。生体チップを取り除く方法を知ってる？それか知ってそうな人は？エブリン、力を貸して。大事なことなの。早く手を打たないと、私は死んでしまう。こりゃ完全に時間の無駄だ。座って。いいよ、始めて。ファイルはひどい状態で、あまり編集できなかった。いや、回収できただけでもよしとしましょう。ああ、ロードするまで待って。状態はひどいけど、できる限りのことはした。何に注意してればいいの？テックやセキュリティ、片っ端から。部屋全体の間取りが。あたりを探ってみて。顔が見えない。普通の BD ならあの種の暗号は簡単に破れるの。でもこの女は違う。どうやら相当な手だれのネットランナーね。もしくは腕利きを雇ってるか。必要だ。他すべてバーチャから得られる。彼のメールは？怪しまれず盗み見ることができるならな。奴に感づかれないことが一番重要だ。普通に、自然に振る舞い。自分から生体チップの話をし始めたら。それ関係あるかな？さあね。でも、全部パシフィカのよ。少なくとも範囲を絞り込める。私はどうすれば。生体チップ、どこで聞いた？お前に関係。ないことだ。バーチャを取り、戻ったら金を受け取る。お前の仕事、それだけ。他のことに立ち入るな。分かった。うん、これは確か。何なの？ベベの印。知ってるの？意味までは分からないけど、誰のものかは聞いたことがある。誰？確かブードゥーボーイズ。でもふと思い出しただけで合ってるかは自信ない。あのネットランナー集団の。でもどうやってコンタクトを取ればいいのか検討。
でどうするの？パシフィカに行くしかなさそうね。必要なことは大体分かった。どう思う？彼女を雇った女、誰だか見当はつく？全くわからない。ごめんね。エブリンは全てを話してはいなかったようね。ふざけてる。こんなことに首を突っ込んでるって知ってたら、もう頭くる。依頼はバーチャの撮影だけだった。しかしエブリンもよく一人であれだけの計画を立てたものね。しかもボスから生体チップを横取りしようとするなんて。それであなたの力が必要だったのね。結局こんな目にあってあなたまで。 BD はもう一つある。見たい？ええ、ここまで来たらもう何にも驚かない。今の何語か分かる？ハイチのクレオール語かしら。ブードゥーボーイズだから。待って、どこかに自動翻訳ツールがあったはず。探してる間電話の周波数に合わせてみて。相手が喋ってる内容も知りたい。電話をスキャン。あった。ちょっと待って。ユリノブのことを話してた。だからエブリンはこの記録を隠してたのね。他の名前も聞こえた。シルバーハンドかな。とにかく何を言ってるのか調べないと。ええ、ちょうど自動翻訳ツールを見つけたの。あなたのシステムで使えると思う。インストールするね。Tu pouvais déjà aller? Oui, l'y aller. Vous avez les hommes et tu intelligents pour ça, pour te y venir. Vous pensez que vous avez un problème? Moi, je ne sais pas. Après, c'est plus bon manuel pour nous, mais c'est un peu plus pour que nous blanchions cela. Je vous ai dit que vous avez un peu plus de temps pour nous dire sur Alt.Vous avez une bonne idée? Très bien. Souvent, des décisions sont critiques en France. À continuer, faites le travail. Judy, c'est bon. D'accord, je vais vous couper.どういうこと？ジョニー・シルバーハンドと何の関係があるの？ずっと前に死んだ人よ。リー、何か知ってるの？あの生体チップにはシルバーハンドの記憶痕跡が入ってたの。はい？デジタル化された人格コンストラクトよ。マジで？ちょっと時間をくれる？頭の中を整理したいの。え？うん、分かった。連中はオルトに何の用があるの？そんなこと俺が知るかよ。何か思い当たることは？ここまで得た情報は全て例のネットランナーにつながってる。その女を探すのが最優先だ。どうやら相当チップについて詳しいようだからな。助けになってくれるだろう。そんな人はいないんじゃなかったの？
いいから、まずは例のシャーマン女を探せな。待って、ブードゥーボーイズと連絡を取る方法は知ってるの？何人かつてを当たってみることにする。いきなり連中の島に乗り込んだって追い返されるのは目に見えてる。でも誰かしら接触方法を知ってるはず。幸運を祈ってる。あなたなら大丈夫よ。ありがとう、ジュディ。うん、こちらこそ。あなたっていい人ね、本当に。エブリンは他人と深く関わらないようにしてたけど、彼女もあなたともっと仲良くなれてたらこうはならなかったかもしれないのに。